はい、こんにちは。東大国家受け人の時田博美です。今回は1971年の東京工業大学東工大の数学の解説やっていきたいと思います。行きましょう。さあ、えー、問題をね、表示していますので、ぜひ皆さん何も見ずにチャレンジしてみてください。はい、やってみたでしょうか。えー、それではですね、えー、やってみたいと思います。まず、括弧1の問題なんですけれど、えー、X が0より大きいという範囲で、 えっと、不等式 e のマイナス x 乗っていうものが1引く x よりもね、えー、大きいことを示すと。はい。えー、不等式の問題で、えー、この左辺、右辺見たときに、えー、指数関数と普通のね、一次式とか二次一関数、二次関数とかいうのを比べるのは難しいというか、えー、普通はできません、えー。それはどういうふうに、えー、評価をするかっていったら、 えー、左辺から右辺を引き算したものを一つの fx っていう関数として、この関数の、えー、グラフで、えー、形で、えー、評価をしようというものです。ゴールとしては、これ x が0より大きいとき、と、え、き、ーえー、常に fx が0より大きいって。これが言えればいいわけですね。これがゴールです。いいでしょうか。ゴール、ね。 えー、ここのゴールにたどり着くためにはどうしたらいいのかやってみると、えー、形がわからないので微分をしましょう微分すると、えー、中身微分出てきますからマイナス e のマイナス x 上ここはプラス x-1 なので、えー、微分するとプラス1になりますよねはいで今 x が0より大きいですよっていう範囲、えー、ですのでこれってどういう値になるかなっていうのを考えていきましょう e の x 乗、普通の関数だったらこういうね、y イコール e の x 乗。指数関数だったらこんな感じになりますが、e のマイナス x 乗ってことはこんな感じで下がっていきます。単調減少関数ですね。はい。ちょうど、えー、この e の x 乗と y イコール e のマイナス x 乗。これが等しくなるところが、x が0のところで1ですよね。こんな感じです。ということは、これ、どん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 1より小さくなっていく。 ということはこの e の、えー、とマイナス x 上と1を比べたら、えー、こんな感じで代償関係が言えますよね。でそれにマイナスがくっつくとこうなりますね。ということはマイナス 1+1、えー、これよりは大きいよってことが分かります。 えー、ということは、ここが0になります。ということは、f'x が0より大きいよということが言えましたので、えー、よって、これは y イコール、この fx っていうのは単調増加関数っていうことがわかります。どんどん大きくなっていくよっていうことです。はい。で、えー、っと、ということは、これ、常にこれが成り立ってほしいなっていうことなんですが、もし f0 ね、スタートは0より大きいんですが、f0 を代入したときに、マイナスだったら、 ね、マイナスからどん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 大きくなっていきますがそれだと常にはちょっと成り立たない感じしますよねじゃあどうやったら成り立つかっていうと F0 が0または F0 が正ねプラスの値だったら常にねこの関係が成り立つってことがわかりますので F0 を、えー、求めてみましょうそうすると F0 はここ0乗なんで1ですねで引くここが0になりますから1ということは0になります ということは F0 が0で単調増加関数ということはこれが言えましたね。はい。えー、っと、それを書けばいいだけです。あ、続いて括弧二2番です。えー、まあ、カッ2番解くときには大体い括弧1番使うことがね、えー、多いです。で、この極限値を見てみると、見てみると、えー、っと、どん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 ね、えー、この1引く1たすルート2分の1っていうのが ルート2たすルート3分の1みたいな感じでここの数が大きくなっていってますよね。で最終的に n 番目が1引くルート n 引く1たすルート n 分の1っていう形になります。えっとでこれこのまま掛け算やっていくのはちょっとね現実的じゃないかなっていうふうに思うと思いますえ。ということは何かしら工夫をしなければいけません。でさっきこの形をやりましたよね。で これと、えー、この形を見比べっこしましょう、えー。形として近いところはここですね。1-1-。で、x のところがなんかこの形になってる。ということは、x っていうのをこうやってね、えー、置き換えることによって、各位置よりどんな式がね、成り立つのかっていうのをやってみましょう。そしたら、えー、っと、x イコール、えー、ルート、 n-1 引く足すルート n 分の1と、えー、置いて、かっこ1の不等式に代入すると、はい、e のマイナスルート n-1 引く足すルート n 分の1。えー、代なり1引くルート n-1 たすルート n 分の1。これが成り立つわけですね。が成り立つ。成立。するわけですで。同じようにやっていくと、この極限値っていうのは、これ、この形ね。この形がどん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 掛け算されてるってことが分かりますね。なので、えっと、この式をどんどんやっていくと、これがやっていくと、 どういうことが成り立つかっていうと1引く1足すルート2分の11引くルート2足すルート3分の1点点点点、てん1ひくルート n 引く1足すルート n っていうのはこれ e のえっとマイナスここで考えたら1足すルート2分の1かける e の マイナス1とあルート2足すルート3分の1かける点点点点点。e のこれですね。えー、ここの部分が来るよというふうになります。じゃあこれ指数の掛け算ですのでここの部分ねの足し算になります。つまり e のマイナス、えー、1足すルート2分の1。 えっと、ここ引き算ですから、マイナスルート2たすルート3分の1。えー、てん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 マイナスルート n-1 たすルート n 分の1。みたいな形にねなっていきますね、こっちよね。これがそのままくるだけ。はい。で、こっちは、えー、このまま計算するんですが、ここ有理化してやると、 ルート2、A、1ここはルート3引くルート 2, 2>、n、ールート n 引くあ引くルート n 引く1って形になりますねそうするとまとめるとこれ e のえっと1引くルート n って形ができましたこれね で今極限取っていくとこれどうなっていきますかって言ったらここの n の値が大きくなっていきますので、えー、これは分かりますかねえっ、ー、と1く無限乗になりますので左辺が0になりますこれちょっともう一回、えー、1引く1たすト2分の11引く ルート2たすルート3分の1。1引く、えっと、ルート n 引く1たすルート n。っていうのが e の1マイナスルート n。これですよね。で、さらに、えー、ここの部分は1より小さいですよね。でここも1より小さい、1より小さい。っていう形です。で、常に正ですね。ということは、ここ正だし、 正だし、まあ、ずっと正が続きますので0より域きいってことは分かりますよね。はいで、A、リミットの n 無限大の e の 1√n 乗が0になるのでより挟み打ちの弦なのでいいかなので。 朝道の原理よりえ左辺は0は OK で右辺は、ねえー、0になりますのでこの間の部分も0に行くってことが分かります。ということは、えー、この余式与えられた式っていうのはこれ極限,極限飛ばしていくと0になるよってことが言えます。ということで今回の答えは0というふうになります。よろしいでしょうか。ははい、えー、今回はね 東和大の問題でしたが、皆さんの極限であったりとか、微分のね、えー、基本の復習になったかなと思います。ここまでちょっと難しいよとか、えっ、ー、と、この定義であったりとか、考え方ちょっと曖昧だったなとか、式変形の部分で、えー、つまずいたなっていう部分がもしありましたら、その都度、えー、その単元、自分が引っかかった単元の部分を、えー、解いたことある問題でいいので、えー、復習ぜひやってみてください。はい、今回は以上です。チャンネル登録。 高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。